皆さん、突然ですが問題です。次のうち餃子の消費量が最も多い都市はどれ？ A 宇都宮市、 B 浜松市、 C 宮崎市。正解は C の宮崎市。宮崎市では結婚式の際、ケーキ入刀ならぬ餃子入刀を行うことも。第2問。次のうち1日の平均睡眠時間が長いのはどちらの県？ A 青森県、 B 沖縄県。正解は A の青森県。青森県民の1日あたりの平均睡眠時間は8時間8分で全国1位。一方の沖縄県は8時間1分で全国7位となっています。最後の問題です。1世帯あたりのソースの年間消費量が全国で一番多い都市はどこ？A 大阪市、 B 徳島市、 C 広島市。正解は C の広島市。2位は徳島市。大阪市は惜しくも6位でした。統計、それは混迷の世界を生きる私たちの羅針盤。統計、それは私たちが見落としがちな盲点を示す助言者。政府統計の総合窓口 e-stat、 データから考える日本の未来。こんにちは、阿部裕司です。今皆さんにお答えいただいた問題は政府統計の総合窓口 e-stat から出題したものです。無作為に抽出した100人に同じ問題に答えていただいたところ、全問正解率は 4%、 2問正解は 27%、 1問正解は 47%、 全問不正解は 22% という結果でした。あなたは何問正解できたでしょうか？今回この動画を通してお伝えしたいのは統計というものの重要性。日本では今どんな人たちがどんな暮らしをしているのか、そしてどんな課題を抱えているのか。日本政府は日夜さまざまなテーマで調査を行い、統計データを作成しています。そして各府省の膨大な統計データを一箇所に集め、簡単に検索できるようにしたポータルサイトがこの e-stat。 ここからは e-stat を使ってデータから見える日本の未来やさまざまな便利機能をお伝えしていきます。まずはこちら e-stat のトップページをご覧ください。統計データを検索する際には、分野、組織、キーワードなど、さまざまなカテゴリーから検索が可能です。手始めに、日本の人口の推移について調べてみましょう。分野から人口・世帯の国勢調査をクリック。時系列データから男女・年齢・配偶関係、男女別人口および人口性比を開くと、1920年からおよそ100年分の人口を見ることができます。しかしこれはほんの序の口。トップページのグラフをクリックすると、主要な統計データを
グラフで見ることもできます。人口に関するグラフは男女や年齢区分も一目でわかる人口ピラミッド、全国のほか都道府県別、市町村別のデータや1920年から100年の推移もわかるのです。1920年と2020年の人口ピラミッドを見比べると、1920年は綺麗なピラミッドの形ですが、現在は超高齢社会を迎えていることが一目瞭然。ビジュアル化することで今の日本が抱える問題が一目で分かるようになるんです。グラフの他にも地図機能を使えば町長やアザなどの小地域ごとに65歳以上の人口が色分けされた地図が作れますし、地域機能を使えば65歳以上の人口が多い市区町村をランキング形式で見ることもできます。もちろんこれらの機能は65歳以上の人口だけでなく、さまざまな統計データに使えますので、時と場合に応じて活用しましょう。いかがでしたでしょうか。このように統計には私たち国民がより快適に、そして幸せに暮らすためのヒントが隠されているのです。さて、ただいまご紹介した e-stat には内閣府をはじめとする各府省が行う統計調査が700種類以上も収録されています。実際に私たちが調べ物をする際にデータが膨大すぎて知りたい情報がどこにあるかわからないといった場合に、おすすめの検索方法をお伝えします。いらっしゃいませ。例として日本文化の代名詞ともいえるお寿司について見てみましょう。 e-stat を使ってどの都市の人々が一番お寿司を食べているのか調べてみたいと思います。まずはトップページのキーワード検索から寿司と検索、2万6000件以上のデータがヒットします。これではどこに知りたいデータがあるかわからないので、キーワードを追加しましょう。家計調査、市別とプラスすると3180件まで絞り込めます。これには1999年から2023年までのデータが含まれているので、調査年を開いて2023年を選択すると8件まで絞り込めます。一番上にある2023年4月から6月に行った調査によると、スーパーなどで売っているパック寿司の購入金額1位が高知市、外食でお寿司にお金を使った人が最も多いのが名古屋市だと分かりました。このようにキーワードを追加したり調査年を指定することで、自分の知りたい情報を素早く調べることができるようになります。膨大な統計データが一箇所に集約されたこのサイトの使い方は無限大なので、知りたいことがあればぜひアクセスしてみましょう。統計は社会の情報基盤として、今日の行政運営や企業の意思決定などに必要不可欠なものとなっています。国民生活の向上や社会経済の発展のため、今後も統計調査へのご協力をお願いいたします。